スバルは走りはいいけど内装がね、そう思っていた時代が私にもありました。今回はフルモデルチェンジしたスバルの新型レガシーアウトバックリミテッドというね、上級志向のグレード、こちらは内装もむちゃくちゃ良かったんだ。今回は内外装インプレッションしてみたいと思います。はい、どうも、車カルチューバーワンソクチューブです。2021年9月に日本でもついに発表されましたスバルの新型レガシーアウトバック、こちらのリミテッド EX というね、上級志向のグレード見てきました。前回の動画ではね、X ブレイクというね、ちょっとアウトドア志向の強いグレード内外装編お届けしていますので、そちらはね、下の詳細欄リンク貼っておきますので、合わせて見ていただければと思います。今回もね、アブも大好きスバルの里山スタジオからお届けしています。それではね、新型アウトバックリミテッド EX エクステリア見ていきたいと思いますが、フロントマスクはね、前回お届けしている X ブレイクともまたちょっと違うグリルの部分にね、メッキのパーツが入ったり、バンパー下部がね、シルバーになったりと、ちょっとね、やっぱメッキの部分が増えてね、キラキラした印象になっているのがリミテッド EX の特徴となっています。そしてね、ヘキサゴングリルというね、六角形のグリルから少しね、避けるような形のえぐれたね、ヘッドライトになっていますけれども、こちらフル LED ハイアンドロービームランプで、この字型のデイライトの横にはですね、アウトバックというロゴがついていて、でこちらはですね、アダプティブドライビングビームというね、いわゆるアダプティブハイビーム、まあ、対向車先行車の部分をね、カメラで読み取ってそこだけ遮光するハイテクなハイビームシステムになっています。そしてね、丸型6連の、LED フォーグランプもついていると。でそのね、周囲がね、メッキ加色されているのがリミテッドの特徴。アウトバックだとね、ブラックでしたね。このね、この字型にね、光るデイライトも最近のね、スバルでは、ね、もうおなじみになりましたよね。そしてアダプティブハイビームもついているということで、やっぱ運転支援さすがね、スバルは優れてますね。そして、フロントグリルはね、ブラック&メッキ加色付きというのがね、リミテッドの特徴となっています。そして丸型6連の LED フォグランプ、最近ね、この6連のフォグランプかっこいいですよね。フォレスターの新型にもついてましたけれども、そして、フロントバンパーの下のところはですね、シルバーの、プロテクターみたいなデザインになっているというのが、まあ、リミテッドの特徴となっています。 X ブレイクだとね、ブラックでしたね、ここは。そしてサイドの方回っていきますけれども、このね、画像だとあんまり大きく見えないのかもしれないんですけれど、結構ね、大きいんですよね、アウトバック。で、全長が4870、全幅が1875、全高が1675と、レヴォーグよりね、10センチ以上長く、幅もね、8センチ広いということで、マンションの立体パレットには収まらない全幅になっているというのは要注意ですね。そして、フロントのサイドに寄っていきますけれども、こちらね、アウトバックの X ブレイクとはまた違う18インチのアルミホイルのデザインになっていますけれども、どちらも X ブレーキもリミテッドも18インチで統一されています。そしてフェンダーアーチは非静煙のタイプになっていて、ここもデザインのね、遊びがありますね。でミラーはですね、 X ブレーキでは、ブラックだったんですけれども、リミテッドではボディ同色となっています。そしてルーフレールはクロスバービルトインタイプということで、これも X ブレーキと異なってますね。そしてサイドロアのところにあるアウトバックのロゴなんですけれども、 X ブレイクでは緑のアクセントがありましたけれども、リミテッドではね、上品なシルバーになっているということで、結構ね、差別化されてますよね。いや、リアビューね、結構かっこよかったなっていうのがね、実車を見た印象でした。伸びやかですよね。そして、リアコンビネーションランプは、まあ、この字型に光るタイプになっています。そしてアウトバックのロゴがついていて、今ねバックフォグ点灯させてますけれども、バンパー下部のところ左右光るのが、まあ、バックフォグとなっています。で、ウインカーはね、なぜか豆球ということで、北米をね、主力の市場にしている車種はですね、リアウインカー豆球勝ちという傾向がありますけれども、アウトバックもご多分に漏れずという感じですね。そして、リアのね、下の方を見ていきたいと思いますけれども、バックフォグが点灯していて、マフラーはね、左右それぞれ出ていますけれども、完全に隠されるデザインになっているということでね、バンパー一体型ダミーとかじゃないのは潔くていいですね。そしてバンパー下部のところにはね、シルバーのプロテクターがしてあるという感じで、まさにね、アウトドアに適した形になっているのがアウトバックの特徴だと思います。リアビューね、結構伸びやかでかっこよかったんですよね。レヴォーグとはまた違った魅力があるのがアウトバックだと思います。続いてインテリア見てみましょう。鍵穴は、見えるタイプですが、ここにね、メッキの加色がしてあるのがリミテッドの特徴でしょうか。X ブレーキにはなかったですね。で、ドアを開けるとこんな感じ。いや、このタンレザーのね、内装いいじゃないですか。いや、これめちゃくちゃこの明るいね、ブラウンのレザー内装いいですね。そしてハーマンカードンのね、オプションのスピーカーがついていて、でシートもこのね、タンレザーの色
この内装カラーめちゃくちゃいいですね。いや本当にスバルの内装の質感最近いいでしょ。細かく見ていきましょう。ドアトリム上部はもちろんソフトパッドになっています。そしてね、中央部の部分がこうね、タンレザーになっていて、ステッチもね、ブラウンになっていると。シルバーの塗装がしてあって、中央の部分はピアノブラックになっていると。で、肘置き部分もたっぷりとしたステッチ付きのソフトパッドになっていて、このね、ウィンドスイッチ周りにもシルバーの加色がしてあって、スイッチ自体もメッキの加色がしてあると。ドアにカーティシュランプなどはなく、下部はね、ハードプラですけれども、ハーマンカードのサウンドシステム、こちらね、オプションで装着されていました。いや、こういうプレミアムサウンドがあるのはね、レヴォーグと違うところですよね。で、ヒンジはプレス製となっています。そしてこのシートなんですけれども、オプションにはなりますけれども、ナッパレザーになっています。標準ではファブリックになります。そして運転席は 10way のパワーシート、助手席は 8way になっているということで十分でしょう。ドアシルプレートはプラスチックですけれども、 S バルのロゴがついていると。そしてこちらのリミテッドにはですね、フットレスト含めて金属のものになっていると。ここがね、 X ブレークとは違うところですね。いや、それにしても内装質感いいな。で、ドア閉めた音はこんな感じ。はい、レガシーアウトバックリミテッド EX のインテリア全景はこんな感じ。いや、このブラウンの内装むちゃくちゃええやんけ。いや、この内装カラーだけでちょっと欲しくなりますね。細かく見ていきましょう。まずダッシュボードの上部のところなんですけど、この辺はね、ハードプラになっています。メーターフードはソフトパッドになっていて、ここね、ドライバーモニターシステムのね、センサーがついています。そしてね、 11.6 インチの巨大なね、ナビ画面が気になるところですけれども、ハザードランプはここについていますね。で、縦型のね、ルーバーがあって、この辺ね、全部ピアノブラックになってます。これね、スマホ守くんがはかどるやつですね。下の詳細欄にね、 5% オフクーポン貼っときますんで。そしてレヴォーグ以降採用されている 11.6 インチワイドの縦型のディスプレイで、上の部分はね、マルチファンクションディスプレイとなっていて、音楽の情報とかね、燃費とかね、4駆モードのね、表示とかを切り替えて表示することができると。そして畳むこともできるので、地図をね、全画面で大きく表示することもできます。でもまあ十分広いんでね、マルチファンクションディスプレイ表示しててもいいと思います。で、ホームボタンを押すとね、このようにメニューが出てきて、マップボタンがあって、で、左側のね、ボタンを押すと、車両の設定になりますが、ここの画面からオートビークルホールド、いわゆるブレーキホールドを操作しますけれども、物理スイッチがないんでね、このボタンから3アクション必要なのがね、毎回は思うんですけれども煩雑ですね。これをエンジン始動のたびにやらなきゃいけないというところはね、これソフトウェアアップデートで対応してほしいところで、エアコンとかね、そういったものは物理スイッチで、温度調整とかはできるんですが、シートヒーターはですね、ここのメニューから、選択しないといけないと。この辺はね、またちょっと煩雑な部分ではありますね。温度調整だけはね、物理スイッチで用意されてるんですけれども、内気循環とかも一応ね、カスタムボタンで1個だけ、設定することはできます。で、風量とかはね、ここを押すと調整できるんだったら、シートヒーターもね、ここから押せてもよかったのになと思うところ、これはね、レヴォーグで使ってて思うところですね。そしてね、このサイドの、ところからですね、下の部分まで覆う広い面積がですね、このブラウンの、合成比較で覆われてますが、ステッチ付きでこうめちゃくちゃ質感がいいと。で、助手席のところね、こうピアノブラックになってて、ここにトレイがあるのがレヴォーグともまた違うところですよね。ここ間接照明はあるのかな、ちょっと夜じゃないとわかんないですね。しかもそのね、前面のところもステッチ付きの合成比較で覆われているということで、質感素晴らしいですね。こっからね、下のところまで全部ね、覆われてますからね。そして電動パーキングブレーキのスイッチがここについていると。で、オートビークホールドは先ほども言いましたけれども、ここからね、 3 アクション必要ということですね。これ物理スイッチでね、用意しておいてほしいところですけどね。それがね、メモリーしてほしい。で、ここにね、 USB ポート2口とイヤホンジャックと、ちょっとしたトレイがあって、そこをね、間接照明で照らされています。で、サイドのところもちゃんとソフトパッドで、ニーパッドが用意されていると。で、シフトはね、本革巻きでこのような形、ストレートタイプになっていて、横に立つとね、マニュアルモードもできると。で、 R に入れると、バックカメラとサイドカメラ立ち上がりますが、360度カメラの設定はなしと。ここがね、ちょっと惜しいところかなと思う部分ですね。そしてね、ここビューボタンを押すと、アイサイトのね、視界拡張で、サイドカメラとフロントカメラが立ち上がるという感じになっています。そして、その後方はね、ここの辺もね、ステッチで覆われていると。かなりね、ハードフラムギ足の部分がないですよね。で、鍵は、ちなみにこんな感じですね。レヴォーグと同じですね。で、ドリンクホルダーが、2つあると。そして、その後方にはね、ソフトパッドの、
センターコンソールアームレストがあって、開けるとねちょっとしたトレイがついていて、それも開けると底面がねちゃんと肝押し上げされているコンソールトレイになっています。続いて助手席の方ですけれども、ダッシュボード上部はソフトパッド、そしてねブラウンの部分も合成皮革で覆われていて、先ほども言ったトレイがあって、でグローブボックス開けるとしっかり肝押し上げされているということで、この辺の質感も素晴らしいですね。続いてステアリングホイール見ていきますけれども、本革巻きステアリングホイールということで、下の部分がね、レヴォーグだとここあのピアノブラックになってたのが、ここが無塗装になっているのが違う部分ですね。そして、パドルシフトもちゃんとついていると。でスイッチ類などは、レヴォーグと同様ですね。ここの、下のねインフォメーションボタンを奥から手前に押すとですね、このように 12.3 インチのフル液晶メーター、デジタルコックピットの、表示情報を切り替えることができると。でこのようにね地図の表示もできると。これ国産初でしたからね、レヴォーグが。で、アウトバックにももちろん採用されているということで、で左のね、マルチインフォメーションディスプレイのところの情報も、切り替えることができます。で今ねちょっと運転支援が、オンになってなかったんで黒くなってましたが、運転支援アイサイトのね、表示情報も切り替えることもできますし、二眼の、メーターにすることもできるということで、本当に国産の中では、メーターの情報一番多いと思うのがこのね、スバルですね。そしてアイサイト X も標準装備となっています。まあ、レヴォーグではねありなし選べましたけれども、アウトバックではねもう上級志向なんで、グレードもね絞られていて、もう当たり前についているものになっているということですね。そして SI ドライブというねドライブモードセレクトがついています。レヴォーグではね ZF 製の電子可変サスがついていて、足回りとかも変わってましたが、これは SI なんで出力特性が変わるだけかもしれません。そしてステアリングヒーターもついているということで、装備面では不満がないですね。まあシートベンチレーションがついていたらなお良いのになというぐらいですかね。そして、ステアリングホイールの右側も、たっぷりとした、ね、レザーでほとんどの部分が覆われていると。でスタートスイッチのところにもメッキ加色がしてあって、そして、オーバーヘッドコンソールですが、ミラーはこちらはデジタルミラーは装備されてないのか用意がないのか、ちょっとねこの状況では分かりませんでした。レヴォーグではねアイサイトの視界拡張で、デジタルインナーミラーも用意されていました。でサングラスホルダーがあって、ルームランプはもちろん LED になっていると。そしてメンテナンスコールと SOS コールもついているということで、コネクテッドにも対応ということで、ほんと不満ないですね。でバニティミラーにも照明付きということで、本当に抜かりなしですね。続いて後席見ていきましょう。後席ドアハンドルで施錠解除はできないみたいですね。ドアを開けるとこんな感じ。トリム上部もちゃんとソフトパッドになってる。でブラウンのところは全て合成比較で、ここの部分もね広大な面積ソフトパッドになっていて、これね窓開きチェックしてみます。ちゃんとオートで全部開くと、あしかも 100% 開く、これは素晴らしいですね。でここもソフトパッド、さすがに下の部分はハードプラですけれども、カーテシランプはなしという感じですね。でヒンジはプレス製となっています。そしてシートを見ていきましょう。ブラウンだとね明るくていいですね。背もたれチェックをしますが、後席座面の紐を引っ張るとリクライニングするみたいです。そしてねアブがあそこにいる、アブも大好き、新型アウトバックという感じですけれども、乗り込んでみましょう。よっこら小一と。ドア閉めた音はこんな感じ。はい、運転席173の身長の私のドラポジに合わせて、後席膝前は拳 2.5 公分ぐらいですかね。で、つま先の足入れ性もよしと。で、シートバックポケットはねなんと2つついているという感じになっています。もちろん助手席側も2つついてます。でセンターコンソール後端にはエアコンの吹き出し口と、ちゃんとねシルバーの加色もしてあって、後席シートヒーターも標準装備、しかもね2段階調整可能で、 USB ポートも2口完備ということで、ほんと完璧ですね。まあ、センタートンネルは多少張り出ししてますけれども、広いですね後席足元。で後席アームレストにはね、ドリンクホルダー付きですけど、ここもね加色がしてあると。これ X ブレークより上質になってますね。そして、リアクォーターウィンドウも大きくて室内明るいですね。続いてラゲッジ見ていきましょう。ハンズフリーパワーバックドアは標準装備となっています。ラゲッジスペース、さすがねレガシーという感じの広さ。サブトランク込みでラゲッジ容量は561リッターということで、めちゃくちゃ広いですね。段差もないと。でハーマンカードンのウーハーも、まあ、こちらオプション装備されているという感じですね。そして、こういうコンビニフックみたいなものもついていて、でラゲッジアンダーなんですけれども、開けると結構ね、収納はあります。そ
そしてね、この紐がついていて、上のところに引っ掛けると、まあ、このようにね、手を離しても OK と。で、トノカバーはね、ここに収納されていました。で、トノカバーをどけるとですね、さらに深い収納があるんですけれどもね、これちょっと外すと、ちょっとよくわからなかったんで、このままになってますけれども、X ブレイクのね、動画で外したところは見ていただければと思います。そして、アクセサリーソケットもラゲッジに一つついていて、昨今ではね、廃止されがちなラゲッジ側から、鉱石背もたれを倒すレバーもちゃんと完備していると。この辺はね、使い勝手いいですね。そして、背もたれを倒すとですね、完全フラットなラゲッジスペースになると。この辺はね、やっぱステーションワゴンで一日の長があるスバルだなと思います。せっかくなんでね、ちょっと車中泊チェックしてみたいと思います。じゃあ、ここで靴を脱いで、お邪魔しますという感じで、乗り込んでみましょう。おー、やっぱめちゃくちゃ広い。余裕で足も伸ばせて斜めであればですね、身長173の私でも頭落っこちないぐらい余裕ですね。いや、こりゃ快適いいですね。そしてね、寝るだけじゃなくて何か作業ができるのかということで起き上がってみますけれども、まあ、座った状態でも天井に頭がつかないぐらい、まあ、座高が高くなければつかないぐらいなんで、テーブルとかを置いてですね、その上にパソコンを置いて作業したりっていうのもね、できるぐらいラゲッジスペース快適、2室庫しっかり確保されてますね。これは素晴らしいといった感じで、レガシーアウトバックリミテッド EX 内外装見てみましたけれども、いかがだったでしょうか。個人的な感想はですね、いや、これオプションとはいいですね、このブラウンの内装めちゃくちゃいいですね。ナッパレザーですからね、しかも上級なレザーになっていると。そしてね、11.6 インチの液晶だったりね、さらにね、フルデジタル液晶メーター、デジタルコックピット採用されていたりということで、昔はね、もうスバルといえば内装の質感がねみたいなところはありましたけれども、今となっては国産切手の質感とインフォテインメントの先進性を備えたメーカーになっちゃいましたね。いや、どうしちゃったんだってぐらいですね。しかもスバルではね、もう折り紙付きのアイサイト、そしてこのね、レガシーアウトバックにはアイサイト X というね、50キロ未満で高速道路というね、条件はつきますけれども、ハンズオフ、手放し運転の自動運転まで搭載しているということで、いや、むちゃくちゃ商品力高いやんけ。昨今 SUV ブームですけれども、このアウトバックだったらね、ちょっと車高が高めになっていて、なんかルーフレールもついていたりとかね、フェンダーアーチもついているオフローダー、ちょっと SUV ライクな、まあ、ステーションワゴンになっていると思いますので、こういうね、ちょっとオールテレーン、ツーリングワゴンみたいなね、レガシーアウトバックもいいんじゃないかと思いますので、気になっている方はね、お近くのスバルのお店で商談されてみてはいかがでしょうか。今回みたいなね、スバルの動画も見たいぜっていう方はね、ぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録していただけると、私のモチベーションになってスバルの動画がたくさん上がるかもしれません。車でもなんでもね、欲しいと思った時が買い時ですからね。車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワントップチューブ、次回もお楽しみに。